WMG ヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者ボーンクライ入場。さあ、アメリカからの刺客がのしのしと入ってまいりました。赤コーナーよりチャンピオン、己の道を突き進め、佐々木健介入場。WMG ワールドマグマザグレイテスト、プロレス界のど真ん中を突き進む王者が入場してまいります。WMG ヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、185cm 110kg、頑張れボーンクラヒー。赤コーナーチャンピオン、180cm 115kg、佐々木健介。レフリータイガー服部。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。こうなりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ローキック、ジョークであります。掴みます。ハンマーを振りかざします。ストバックに突き刺さります。フロントに捉えます。膝を使ってまいります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああ、そうですか。ストライクのコールの体勢であります。ロープブレイクです。ローを打ってまいります。ちょっとが上がってまいります。小気味のいいパンチです。蹴りを決まってまいります。キチンシンク、ユークロ攻めです。足攻めに転じます。行くのか。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。引き起こします。テイクダウンを奪います。外してまいります。掴んだ。逆に返します。顔面を捉えます。アップとパンチであります。掴んだ。させません。パンチを打ち込んでまいります。返してまいります。起こします。逆に投げてまいります。腰を落とします。鋭いパンチアンドキックといった打撃に関してはスペシャリストであります。この男、その一発 KO の可能性のある一連の打撃攻撃はまさに脅威の的であります。さあ、今宵も打撃の嵐が吹き荒れるのでありましょうか。ナックルを打ち込んでまいります。このポーズです。組み合います。逆に倒します。アップパンチです。ナックルを打ち込んでまいります。こういう技なんですが、次の日ミミズバラになるんですよね。そうですね。でもレスラーですから言えることは許されませんからね。マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。ロープに逃れました。タックルを切ります。バックに回ります。抜けてまいります。逆水平を打っていきます。腕をフックします。高々と抱え上げてのブレンバスター、ラフサッポーに転じます。起こしてまいります。ラリアット、相手を挑発してまいります。
ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、ロー打ち込む。カウンター気味に入りましたよ。グロッキー状況か。ガセット組み合った。あと逆に倒した。起こした。立たせていく。